この度カムイの声を担当させていただきました斉藤相馬と申します。今収録が終わりました。ありがとうございました。いやーもう私事でいきなり恐縮なんですけれども、本当にグラスホッパーさんの作品を10代の頃から教えてくれた友達がいて、すごい友達と一緒にめちゃくちゃハマっておりまして、そんな中でもこうカムイというキャラクターのまさか声を声優として自分が担当させていただけるとはと思って、お話をいただいた時結構びっくりしたんですけれども、まあ、蓋を開けてみると、いわゆるそのシルバー事件的なこう上原カムイっていうよりは、またこうキャラクター性としてはノーマンヒーローズのにおけるカムイっていうことだったのかなと思ったんですけど、いやめちゃくちゃ楽しかったですね。セリフ数自体がものすごくたくさんあるわけでは、なかったんですけれども、その中でも非常にまあ、やはりこうノーモアヒーローズ武士というかですね、ユニークな言い回し等々たくさんありまして、すごく楽しみながら収録をさせていただきました。いや繰り返しにはなってしまうんですけれども、こういう風にしてこう若い頃に自分が親しんでいた作品に連なる、流れに、声優として、一つ関われたのがすごく嬉しいなと思っております。いやとにかくもう完成がめちゃくちゃ楽しみなので、皆さんにもぜひ楽しんでプレイしていただけましたら幸いです。改めましてカムイの声を担当させていただきました斉藤相馬でした。ありがとうございました。